皆さんこんばんは。 NNB48 の早川里奈です。先日お休みの日に久しぶりに映画を見に行って、多分これ映画あるあるだと思うのですが、映画を見ると昔見た映画の記憶が蘇ってくるんです。そのうちの一つの記憶で、小学生ぐらいの時、家族と仲良かったお友達ファミリーで某アニメの映画を見に行った時に、早朝だったからか、その時観客が私たちだけしかいなくて、まさかの生まれて初めて貸し切り映画館を味わいました。さすがにその時は湧いて楽しんだことをとても覚えています。皆さんも早朝映画狙って貸し切り映画館味わってみてくださいね。ということで、本日もジャンレディ月よろしくお願いします。お二人のトーク力尊敬します。 NNB48 のジャングルレディオ月曜日、 We love music, yes, FM。改めまして皆さんこんばんは。 NNB48 のジャングルレディオ月曜日、 NNB48 チーム B2 研究生の早川里奈です。このジャングルレディオは、月曜日と木曜日は私たち NNB48 のメンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日はストーンプロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコン、スマートフォンで簡単にお聞きいただけます。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできますよ。番組公式 Twitter もありますので、@JRO_USFM で検索してフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャンレディと検索してご確認ください。さて、月曜日は私に加えて毎回2人のメンバーを迎えてお送りしていくのですが、今回来てくれたのはこの2人。はい、はるちゃんこと佐田のはるかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、みかにゃんこと山本みかなです。お願いします。お願いします。はい、お疲れ様でした。グレイテストなショーマン、はい、ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうですか、もう体の疲れは取れましたか？そうですね、なんかもうやっぱ日常戻ってきた感はありますね、はい、公演とかやっぱ出させてもらって、はいはいはい、そう、ずっとはるかさんとみかなさんと会えてなかったので楽しかったです。うわ、あざとどうみかにゃん、これどう思う？ショーマンなくてもあんま会えてなかったけど確かに会う機会なかなかないですもん ね、最近チーム違うと、で今回ねみかなさんとはね会えずにリモート出演となってしまうんですが、そうねけど、まあ、あ、画面越しで会えてるので、お、はい、かぶられてるわ。いやそんなことないよ、言わないでください。かぶられてる。かわいい。ね。で、今回ね、夏コン開催決定ということで。うわー、嬉しいね。なんか夏あるかなと思ってワクワクしてたら、やっぱりありました、ね。ありましたね。確かに去年も、初夏みたいなね。はいはいはい。ありましたもんね。めっちゃ暑かったですね。うん、暑かったね。今年も暑くなりそうな予感ですね。で、今回もですね、なんとね、はるかさんと、みかなさんと同じチームというか、赤組。そうやね。今回赤白に分かれてのね、ライブがあって。そうです、そうです。ね、今回赤組の3人が集まってますね。確かに赤組なんですかね、皆さん。なんかイメージが。そう、だからはるかは自分で、もう赤白に分かれますみたいな配信で見たときに、あ、もう絶対自分白やなと思ってて、気を抜きながら赤のメンバー見たら自分の名前があったから、飛び起きましたね。とりあえず。嘘みたいな、やっぱ赤と白でそのやる系の楽曲も可愛い系とかっこいい系になるんですかね。ねえ、まあなんか、はい、その昔からのイメージとしては白組がかっこよくて、赤組がちょっと可愛いみたいなね、あるみたいやから、なんかそういうとこも注目ですよね、やっぱり。楽しみですね。で、今回のリクエスト楽曲でいただいたのが、ワン太郎さんからの凪市だったんですけど、そのメッセージがあるので読ませていただきます、皆さんこんばんは。
先日まで行われていたミュージカルグレイテストのショーマン見に行かせていただきました。ありがとうございます。いつもの皆さんと違いアカペラでの歌に始まり歌踊りながら生歌の披露、実は新喜劇を生で見たのが初めてだったので大いに笑って感動もして楽しませていただきました。特に発声の面ではいつもと違って苦労したこともあると思いましたが、今日のゲストみかにゃんとはるちゃんがここは大変だったなっていうエピソードはありますかとのことです。そうですね、はい、結構ね違うかったもんな、普段のなんか公演とかライブとかとね。うん、そうやな。どうみかにゃんとか。なんか発声とかではないんやけど、はい、この本番中の待ち疲れがすごかった、はい、待ち疲れ。そうね、確かになんか、結構みんな、出たり、入ったりというか、そういうのが結構多かったから、はい、場面によってはね全く出やんかった時もあったもんね。なるほど。確かに確かに普段 の待ってる時間をどう過ごすかっていうね。確かにね。そう、なんかこうね気持ちもね緩まないようにとかな。そう、難しかったね。休めんし。確かに確かに気をずっと抜いて、ね、そうそうできないです。そうやねんって。そう、それ確かに大変やったね。はるかさんはありますか。そうですね、まあ歌は、はい、そのもちろんそのミュージカルと普段歌ってる NMB 楽曲とかでは、うんうん、なんか歌い方とかが違ったりしたから、はい、そういうとこはね玉野さんとか歌の先生とかにも見てもらったりもして大変やったのはあるんですけど、うんうんうん、それと同時にやっぱ新喜劇の方とのお芝居もあるから、うんうん、なんかこうなんかセリフの間とか、はい、そういうのがやっぱむずいなって思いましたね。なんか飽きすぎても変やし、詰めすぎてもなんか違和感感じるしみたいなので、なんかこう自然な流れというか、やっぱそういうの新喜劇の方とかは特にアドリブとかもすごいから、余計にどうしようってなりましたね。ちょっとアドリブとか来ちゃったらセリフ飛んじゃったりしなかったですか？いやそうね、もうなんか笑いこらえれなかった。普通に笑っちゃったね。うん。もうマニュアルと違うことされたら私だったら絶対飛んじゃってテンパリングになっちゃいそうです。すごいね、さすが先輩方。また、はい、この後々を たくさんもっと聞いていきたいと思います。ありがとうございます。ということで今回はこの2人を迎えてお送りしていきます。まずはこのコーナーから参りましょう。教えて NNB48。ここからは私たちのことをもっと知ってもらおうということでピュアラーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。それでは順番にめくっていきましょう。滋賀県にお住まいの片松さんからいただきました。先日開催が発表された夏のライブでは赤組白組に分かれるライブがありますが、今日の3人は同じ赤組ですね。まだ決まっていないことも多いと思いますが、赤組でやってみたい曲やこんなライブにしたいというイメージなどはありますかとのことです。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、もう気づかれてる、片松さんは気づいてらっしゃいましたね。赤組3人さすがですね。さすがですね。知ってくれてますね。みかなさんはありますか、ライブにしたい。そうね、はい、あの公演の MC でも言ったんですけど、はいはい、あの9周年ライブでやった、はい、なんかギャルっぽい格好をして今パラをやったんですよ。はいはい、はい、ああいう感じの、はい、なんかはっちゃけたものをやりたいなって思いますね。ちょっとギャルが好きなだけですね。うん、そう。ギャルやりたい。さすがみかなさん。ちょっとギャルメンバー集めて。あ、そう、似合う子多いからさ。あ、そういえばなんかユナのやってなかった。そうですよ。なんかな、企画で、はい、そうですね、うんうん、ギャルなってたよな。はい、みかなさん見てくださいましたか？見てない。おーい、ちょっとまさかの見てないわ、ごめん。大丈夫です。ちょっとあのギャルしたんでちょっとみかなさんに気に入ってもらえるかなって思ってたんですけど、ちょっとまだやったな。はい、今からかな。はい、今からですね。でもすごかったね、あれ、はい、ガチやったな。見た見た。はるかさん見てくださったんですか。うん、ガチやんと思って、うんうんうん、最初誰ってなった。気づかない、うん、似合ってた。え、本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、はるかさんはありますか、うん、そうね、
いろいろやってみたい曲はあるんですけど、はい、全体的なことを言うと、うん、はい、やっぱこうさっきも言ったように、はい、赤組のイメージである、はい、もう可愛さを全押ししたいですね、うん、なんかこう、はい、なんやろ、最近、はい、最近っていうか、まあ、NMB 自体が、うんうん、なんかちょっとこうダンスとかさ、うん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 、あのかっこよさとかも ね、やっぱりあるイメージやったからこそ、はい、もうここでは逆にもうそれを取っ払って、うんうん、一回ちょっとねなしにして、確かにもう可愛さ全面みたいなライブがしたいなと思いますね、うんうん、せっかくなら。確かに、ね、最近のシングル曲もかっこいい系が結構多かった、ね、確かにそうね、恋と愛のその間にはとか特に、うんうん、確かにそうですね。ゆななは？そうですね、うん、私も可愛い系が好きなんで、うん、はい、イメージある。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、けどなんかよく、うん、大人の方には、なんか、ひ、うん、なちょっと可愛い系は、みたいな感じでよく言われるので。あ、そうなんや。はい、ここでちょっと、一発逆転じゃないんですけども、ひ、うん、なって言えば可愛い系って思ってもらえるように、ちょっと。アピールしてこう。はい、アピールしたい。大事ですね。はい。では、次に行きたいと思います。はい、教えて。山口県にお住まいのラジオネーム、野原慎之介之介さんからいただきました。今回の放送日がはるちゃんの誕生日の3日前ってことなので、うん、はるちゃんに質問します、はい、もうすぐ20歳になるってことで10代も残りわずかですが、10代はやりきりましたか、あるいは残り少ない期間でやっておきたいことあったりしますか、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、もう、ね、おめでたいですね。そうなんです、はい、放送の3日後には20歳を、はい、わー迎えるってことなんですけど、はい、自分ではまだ全然実感はないんですけど、うん、そう、でもやっぱこう、いや、なんやろ、生誕 T シャツとかもでき、はい、出して、お、はい、20歳の20っていう文字がついてるのを見ると、はいはいはい、うわ、自分もう20歳かっていう、はい、なんか感情になって、はい、でやっぱちょっとなんかこう、どうしようみたいな、うん、焦りはあるね、はい、だからこそ10代最後、まあもうちょっとで終わっちゃうけど、はいはい、それまではもうちょっと子供らしく、おなんかね、20歳ってやっぱ大人なイメージじゃないですか、はいはい、だからちょっと19歳最後までちょっと子供の部分を前面に、はい、はい、出しとこうかなと。逆に、はい、もう大人へ近づくんじゃなくて、うんうん、今は子供の楽しみ、いいですね、使い切っちゃおうと思います。はい、じゃあ子供の消費期限っていうのちょっと失礼なこと言いましたね。いやいや、全然楽しんでください。ありがとう、ありがとうございます。え、大人の三日野さんはどうですか、20歳を超えて。確かに、でもね、20歳なって側、はいはい、の意見やけど、何も変わらんで嘘、変わらんかった何も変わらんで、でもいっか別にうん、何も考えなくていいと思う。あ、まあそのままでいい。うん、オッケーオッケー。もうなんかもうミカに、お、大人のミカニャンがね、間違いない、言ってくれたらもうそうかなって思っちゃうね、うん、やっぱ、うん、え、ミカナさんは今20歳ぴったりですよね。今20歳、そうね、うん、ちょっとびっくりなんですけど本当に何回も言うんですけど私とはるかさんが同い年で、うん、そうやな、ミカナさんってなんか一個差ってびっくりじゃないですかいやでもそれだけなんやろ、はい、なんか可愛らしいってことじゃない、はい、いやいや、うん、なよなよしいってことですよ。いいことですよ。いや、落ち着きが欲しいですよ。まだまだフレッシュですから。ありがとうございますじゃあ次はるかさんに、はい、あ、引きますね。じゃあ埼玉県にお住まいのラジオネーム、はい、高明さんからいただきました。NMB48 メンバーの中で一度だけ生まれ変わるとしたら誰になりたいですか、はい、うわー、むずいな。むずいですね、これね。なんかね、たまに聞かれるけどね。確かに、なんかあるあるのお題ですけど、うん、はい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 。え、一日だけとかじゃなくて一生ってこと、うん、あ、でも一度だけ、一度だけ変わるどういうこと、どういうことやろな。じゃあ一日ってことにしますかオッケー、じゃあ一日だけにしようか。一日か。わあ。お、ありますか、はるかさん。私は、はい、小島かりんさんで。おお。やっぱりなんか、はい、まあ、今自分がチーム N のキャプテンとしてさせていただいてて、はいはいはい、なんか
かりんさんをこう近くで見ることが増えて、はい、やっぱもうすごい方やなっていうのがもう身に染みて感じて、なんかかりんさんのなんかこうまとめ方とか、なんか喋りとかやっぱすごいって思うので、ちょっとかりんさんになってかりんさんの頭一回ちょっと欲しいですね。頭の中をはい、ちょっと見てみたいですね。いやさすがキャプテンさんですね。いやいやいや、そういう思考になるのが素晴らしい。ミカナさんもありますか？めっちゃ考えてる。むずいな。ミカナさんガチで考えてる。うん、めっちゃ考えてるよ。8期生の誰か。おお。なんで？なんか、今もうミカナ加入して5年目なんやんか。はいはいはい。で、もう8期生って入りたてやから、今のその、NMB に入りたての子のから見た、その NMB っていうのを見てみたい。そのなんか、はいはい、なんていう、なんか、わかる、はい、初心に帰って、今の NMB を見てみたい。確かになんか、加入したての時と今じゃやっぱ違うもんね、NMB。そう、ね、そうなんよ。なるほど。確かに。じゃあ今の現状の NMB を見据えたいからこそ8期生になりたい。なんか先輩の感じとかどう見えてるんやろう、自分が見てた感じと分からんもんな、どう違うんやろうって、すごい深いねご意見いただきました。ちょっと私はこの後言いづらいのでやめときます。ということで今回はここまで。このコーナーでは私たちに聞きたいピュアラーの皆さんからの質問を募集しています。メールやスマートフォンアプリ FM プラプラ、もしくはツイッターでハッシュタグジャンリディゲッツをつけてお送りください。皆様からのお便りお待ちしています。パクパク音頭行ってみよう。パクパク探検隊。ここからは NNB48 のグルメ大使パクパク隊のリーダーである私早川ゆなが隊員見習いの皆様から送ってもらったパクパクメールを紹介していき、5段階で星をつけていきます。5つ星を獲得したパクパクメールを送ってくれた方は隊員への昇格もあるかもしれないので頑張ってくださいね。ちなみに今日のゲストのお二方はおすすめするパクパクグルメありますか？はい、あります。お、ミカノさんありますか？ありますよ。同じ回答でしたね。じゃあミカノさん何ですか？ちょっとね、桃のカプレーゼなんですけど。おっしゃ、ちょっと見ましたよ、TikTok のやつ。マジでミカノさんおしゃれなもんしか食べてないやんと思いました。いやいや、今の時期になったら桃が売り始めるんですよ、スーパーで。そう、だからそれを毎年楽しみに、桃が出たらカプレーゼ作って食べてます。いやもうなんか、なんやろ、おしゃれとかもそうやけど、やっぱ美意識高いなって思いますね。間違いない。もういやいや、食べてるものとか見ると。いや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 、カップラーメンも食べますよ。安心、なんか安心よね。はい、確かに。あのカプレーゼね。ミカナさんの口からカップラーメンで出たらちょっと嬉しいですね。はるかさんありますか？はい、私は、ユフインミルヒっていうところの、またおしゃれな、そう、チーズケーキなんですよ。はいはい、で、ユフインっていうのが大分県の、まああれなんですけど、お母さんがちょっと大分出身で、そうなんです。で、お母さんが買ってきてくれたというか、はい。はい、買ってくれたやつで、初めて食べたんですけど、もうめちゃめちゃ美味しくて、はい、なんか味も種類が、なんかプレーンのチーズケーキと、チョコレート味のチーズケーキ、抹茶みたいな、なんか結構種類もあって、大きさも、なんかカップですごい食べやすい大きさなんですね。めっちゃ美味しそう。そうそう、もうめちゃめちゃ美味しかったんですよ。大分に行かないとないですか？お取り寄せとかはできるって言ってたね。ぜひしてみてください。してみたいですね。美味しそうです。ぜひぜひ、めっちゃ食べたくなりました。じゃあちょっとパクパクメールの紹介を早速していきたいと思います。はい、1通目はこちら、岡本なんでやねん修二さんからいただきました。行ってみよう。ゆななみかにゃんはるちゃんこんばんは。今回私の紹介するおすすめのグルメは大阪メトロ御堂筋線西中島南方徒歩すぐのおそらカフェさんです。その中でも気まぐれトーストというメニューが推しです。いちごやマスカット、メロンやマンゴー、
洋梨や桃とその時期に最も美味しいフルーツがたっぷり盛られていて、中央に乗せられたバニラビーンズ入りのアイスクリームもフルーツにとても合っていて絶品です。時期や季節によって内容が変わる本当の気まぐれメニューなので、食べられる期間が短かったり入荷が終わり次第終了ということもあります。梅田駅や難波駅から御堂筋線一本で行けて、新大阪駅からも歩いて行ける距離なので、地元民から遠征民までみんなにおすすめのお店です。ぜひ機会があれば行ってみてほしいですとのことです。ありがとうございます。そう、今ね、あのスタッフさんが見せてくださってるんですけど、写真を、めっちゃ美味しそうです、ね、すごい、やばー、だってもうフルーツ、ミカノにも見せてよ見えた、ミカニャン、どうですか、あ、美味しそう、ね、なんかフレンチトーストって結構小さいというか切られてるイメージですけど、これなんか食パン一枚みたいな、ね、贅沢だって果物もなんかもう溢れそうですね、うんうん、なんか、うんうんうん、すごい、美味しそう、フレンチトースト美味しいですよ ね、うわー、うん、最高やな、最高の組み合わせですね、どうしようかなじゃあ、はい、ではそれでは、はい、隊長、今回のパクパクメール星いくついただけますでしょうか。星5つです。すごい、5段階で、はい、おお、これは刺さりましたか、はい、刺さりました。もう私フレンチトーストが大好きで、うん、あ、そうなんや、はい、もうあの朝、うん、もう頑張って起きようっていうモチベでフレンチトーストを食べるぐらい、うんうん、はい、すごフレンチトーストが好きな、ね、はい、上に、うん、季節の野菜も盛られてるという、あ、私秋性なんでそうなん、そうなんですよ、けどこれは飽きないなっていうことで、うん、わー、いいですね、はい、いろんな楽しみがありますね、はい、じゃあ次行きたいと思います、はい、パクパクネームさとみさんからいただきました。行ってみよう。皆さん一度は食べたことのある牛丼、そんな牛丼の中でも素材にこだわった最高級の牛丼があるのはご存知でしょうか。私は先日ゴールデンウィークに熊本県に行く用事があったのですが、その時に食べた赤牛丼というのがとっても美味しかったので紹介させていただきたいです。阿蘇の広大な高原で育った赤牛の肉は赤身が多く柔らかい上にヘルシーだそうです。ミディアムレアに焼き上げられた赤牛がご飯の上に贅沢に敷き詰められた赤牛丼、お店によって半熟卵やとろろネギなどトッピングされていて、一度食べたらその美味しさに何々すること間違いなし。私も人生の中で食べた牛丼の中で一番美味しかったので、皆さんもぜひ熊本に行った際は食べてみてくださいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。え、すごい、なんか牛丼っぽくないね。確かに、ほんまや、なんかステーキ丼みたいな感じですよね、うん、びっくりした、美味しそう、ちゃんと写真付きで、うん、ほんまや、ね、すごい優しい、だって牛丼って言われないとわからんよこれ。確かに、うんうんうん、ね、なんかちょっとだけ牛丼みたいな、ほんまやほんまや、何分の何ぐらいだろうこれめっちゃ細かい、8分の1ぐらいだけ牛丼っぽいのがあって少ないなすごい、それがステーキみたいな見た目ですけど、なんか新感覚の牛丼ですね、うんうんうん、美味しそう、美味しそうです、はいはい、じゃあそれでは、はい、隊長、はい、今回のパクパクメール星いくついただけますでしょうか。星3つです。おー、3つこれ何でですか。3つの方は、うん、ステーキが好きなので、おー、ちょっとステーキっぽい美味しさの牛だなっていう3つで、はいはいはい、2つは、うん、ご飯が丼ほどいらんなと思って確かにね、女の子からしたらね、はい、ちょっとなんかね、ご飯の量難しいとかあるよな、はい、うん、そうなんですよ、丼物ってね、それなら肉をちょっともうちょっと食べたいなって私は思うので、はいはい、そうなりました。おちゃんとしっかりと理由があって、はい、さすがですね隊長。そうです、ちゃんと見極めてますさすが隊長、ありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います。はい、パクパクネームあゆうさんからいただきました。行ってみよう。皆さんはカレーは好きですか。
今回はトンテキカレーを報告します。このトンテキカレーがあるのはカレー屋ではなく、サラサの湯っていう堺市にあるスーパー銭湯内のレストランのメニューです。分厚く歯ごたえのあるトンテキとカレーが意外と合ってて美味しかったのです。とんかつカレーは王道だけど、トンテキカレーはあまり馴染みがないのでとても新鮮でした。ちなみにトンテキは三重県の四日市が有名だそうですとのことです。ありがとうございます。トンテキカレーすごい、これまた美味しそうテンション上がってる、体調の テンションが上がった、上がって噛みましたえ、みかにゃんどう、え、全然興味なさそうな顔でいや、なんか男飯って感じやな、うん、あ、確かにね、結構がっつりよね、うん、カレーだけでもがっつりやけど、その上にお肉もたっぷり乗ってて、うん、確かに辛いんですかね、うん、カレーは、あ、どうだろうな、うん、甘さとかね、ちょっと調節できればね、確かにいいですけど、え、でも銭湯にあるんやろ、うんうんうん、銭湯入った後っていいよね、うん、おー食べたくない、食いついてきてる、確かに銭湯にあるってのがポイントだから、うん、あー、おー、みかにゃんポイントはいただきましたね、銭湯、うん、なるほどなるほど、じゃあそれを踏まえて、はいはい、ではでは隊長、はい、今回のパクパクメール星いくついただけますでしょうか。星2つです。おー、2つ、ちょっと低いです。なんでですか。あのカレーの辛さがわからないので、うん、私超甘口しか無理なので。わかりますか、うん、めっちゃわかる。ちょっと冒険するの怖いなっていう。そうね、結構量もあるからね。そうなんですよ、食べきるかってね。はいはいはい、一回頼んでみて、うん、無理だった場合を考えると、うん、ちょっとスリルあるなと思ってそこを考えての2つ、はい、はい、で、あの後のちょっと星減らされた理由が、はい、三日さんお風呂上がりに、うんうん、銭湯上がりにいいっておっしゃられたんですけど、うん、私あのこうのぼせてふやふやになるまで浸かるのでもうこれ以上カレーで熱くなったらもうもうねぶっ倒れるので食べれないなと思って、ういう、ね、はい、やっぱお風呂上がりは冷たいものの方が、そうですね、そういうことですね、はい。三日さんはあんま浸からないですか、銭湯で。銭湯行ったことない。めっちゃおもろいやん。それやのに銭湯にあるとこがいいよなとか言ってた。じゃあ、あの、ごめんごめん、ぜひぜひ行ってみてください。はい。はい。皆様、今日もたくさんのパクパクメールありがとうございました。お腹いっぱいになりましたね。せーの。ごちそうさまでした。コーナーではピューラーの皆様が目撃したメンバーの情報を紹介していきます。さて、どこで誰が目撃されたのでしょうか。早速紹介していきましょう。まずは松原市にお住まいの月の真矢さんからの投稿です。目撃メンバーははるちゃん、ジオンちゃん、レイコちゃん、ワカポンさんの証言によると、佐渡野さんはとてもいい匂いがするそうですね。想像したいのでバニラ系とか柑橘系とか具体的にどんな感じの香りなのか教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そうなんですよ、なんか、はい、最近すごい MC 公演内の MC とかでも取り上げてくれたり、はいはいはい、なんか普通に今私本人に直接言ってきてくれたりとか、結構メンバーなんか他にもウーカさんとか、うんうん、出口ゆいなちゃんとか、はい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 、なんかその辺の方も言ってきてくれるんですけど、ちょっとはるかさん、うん、気づいてますか、今もうこのスタジオ内、うん、はるかさんの香水ってマジはるかさんのいい香りに包まれております。はい、もうね、もう自分では分かんなくてだからなんか自分で分からんから、はい、他の人に言われて、はい、あ、そうなんやみたいな感覚なんですけど、はい、いやそれはちょっと失礼しました。いやいや、もういい香りのもうなテンション上がってますもん、もうゆらゆら揺れながら、はい、もうみかなさんにも嗅いでほしいですもん、うん確かにみかにゃにもなんかこの間、ね、何の香水使ってんの、はい、って言われたね。そうそう、何の香水使ってるんですか。ね、香水めっちゃ好きで、はい、結構集めてるんですよ、はい、だからなんかもう気分、その日の気分によって変えたりとかもしますね、はい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 、基本はでも甘い
あ、わかる？うん、日によって変えるよな。あ、うん、ちなみに、ミカニャンもめちゃめちゃいい匂いですよ。うん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 、ほんまに。いや、わかります。公演中、あの、ミカニャンと、なんかこう、ペアとかで踊ったりするとき、はいはい、マジでいい匂いです。いいですね。そう、だからね、そう。甘い系が。うん、そうね、もう、なんか、無意識的に、はいはい、多分もう本能的に甘い香りが好きみたいで、うんうんうん、甘い香りの香水ばっかり集まってきますね。いや確かにこう、うん、香水で選ぶってなった時に、うんうんうん、もう絶対ないなっていうのはないですもんね、うん、そうね好き嫌いあるもんね、はいはいはい、香水って人によって。そうですよね、なかなか。なるほど、うん、いやこれからもみんなにいい匂いをお届けしたいと思います。いいですね、楽しみですじゃあ次行きたいと思います、はい、山口県にお住まいの野原慎之介之介さんからの投稿です。目撃メンバーはミカニャン。先日の公演の自己紹介終わりの MC にて、その日の公演でこれを絶対やります的な予告をしてましたが、うん、その中でミカニャンは全員のお尻を絶対触りますと宣言 してたと思います。正直キャラと全然違ったのでびっくりしましたが、結局その実行できましたかとのことです。あれ、触ってもらってないですね、うん、あれあれ、ね、その公演の出てるメンバー全員のお尻を触るっていう、はい、あ、出てるね、なるほど、そうそうそう、はい、あれをしたんですけど、うん、シンシンのお尻を2回触っためっちゃおもろい同じ人シンシンをもう2回、シンシンのだけ、そう、シンシンロックオンして2回触った確かにね、難しいような全員ってなると、うん、なんかもうシンシン最後の、うん、そう一末例の時に全員触ってこうかなって思ったんやあ、なるほど触れてなかったから、さすがにそれはちょっと怒られるかなと思ったんで、はいはいはい、やめました。ちょっと見たかったですね確かにね、ミカニャンがねそんなんするタイプじゃなさそうなね、確かにイメージやから確かに、あのその時の MC、はい、実はあの裏で、はいはい、あのユニットのあの街、はい、スタンバイしてたんですけど、うんうん、めっちゃ笑いましたね嘘やんミカナさんの口から、そうそうそう、うん、そんなことが聞けるとはと思って、そうなんか面白かったですね。確かにファンの方も喜びです。そんなこともないとさ、うん、お尻触れんくない、あーなるほど確かにな、ね、普段触れへんもんな、うん、なかなかね、なるほど面白い、楽しいこと考えますね、うんうん、じゃあ私もちょっと言ってみたいですね B2 で、はい、ぜひお尻、うん、どこにしようか、頭にしようか頭の方がむずそうやで、なんか確かにの頭、うん、B2 のメンバーの全員の頭をポンポンしたいとかってちょっと可愛らしいです可愛い方にちょっとあざと逃げてしまいましたミカナさん、じゃあ次はぜひ公演メンバーの全員のお尻を触ってください、はい、頑張りますありがとうございます皆さん、たくさんの投稿ありがとうございました。さてここからはジャングルシリーズピュー学園バブ組に通うみんなの様子をちょっと覗いてみましょう。キリーツレイ着席ピュー学園バブ組。皆さんこんばんは、私がピュー学園バブ組の院長の早川優奈です。はい、美化委員の初田野遥香です。はい、風紀乱し委員の風紀乱しとか初めて聞いたんですけどさすがすぎです。それは遥香さん美化委員だったんですか、うん、学生、そう、小学生の頃ね、はい、美化委員やってましたね、はいはいはい、柄にもなく掃除したりそうそうそう、めっちゃなんか整理整頓みたいな、やってたね。もう偉いですね美化のさんはあの学生時代風紀みなす委員やってたんですかそうやってました、あの非公式で公式で、そうそうそう、いや面白いですね最高です。じゃあこれからも風紀、いや乱さないでください、はい、ここからは留学生の先生から送ってもらった知って得する豆知識や雑学をバブ組のみんなと一緒に学んでいく留学園バブ組のお時間です。
それでは早速授業を始めていきましょう。まずは1時間目、月の前先生の授業です。今うちの軒先でツバメが巣を作ってヒナが3匹育ってます。ツバメってわざわざ人間がたくさん通る場所に巣を作ります。これは卵やヒナがヘビやカラスの近づきにくい場所を選んで長い間人間との信頼関係を築いてきたかららしいです。またヒナがわざと巣の外に顔を出してみせるのはこんなに可愛い赤ちゃんをどうか守ってくださいねと人間にアピールしているそうです。なんだかアイドルとファンの皆様の関係みたいだし、ツバメは本当に賢い鳥だといつも感じますのことです。すごい、可愛いです ね。そんなことやったんや。そんなあのツバメちゃんに頼られたら守りますよね、うん、完全にやられてるやん、やられますね。ツバメさん好きですか、ミカノさん。ツバメの巣ってあんま見たことないんやけど、確かに言われてみるとな、確かにテレビとかでなんかね、見るぐらいかな。確かになんか自転車乗ってて、あれ鳥の糞落ちたぞっていうぐらいしか、なんかあんまり鳥と私もあんま出会わないんですけど、確かにね、そんな日常生活ね。ツバメのヒナが3匹もいるんですね。可愛いでしょうね、多分ね。え、確かに見たいですね。ね、鳥飼ったりしたことありますか？私ね、家族が苦手なんですよ。鳥ですか？だからね、はい、ない、一緒ないですね。悲しい。そうなんですよ。じゃあもし一人暮らしとかした時、ワン、ちゃん。そうでも私もちょっと、あ、苦手なんですか？そうなんですよ。ごめんなさい。はい、見る分にはいいんですよ。見る分には、ちょっと怖いみたいな感じ。そうですね。なるほど、はい。可愛い理由でしたので皆さんご安心ください。ミカノさんは鳥飼ったことありますか？ないですね。ミカノもちょっと苦手です。やばい、二人ともやった。あの、まあ、そう、私あの鳥大好きで、あのファンの方のことピオラって呼んでるぐらいの鳥大好き。ああ、けどごめんごめんごめん。あ、けど可愛い、可愛いよ。あ、ありがとうございます。かわいかわい。怖いから苦手ということで、そうね、好き、オッケーです。可愛い、可愛い。あ、ひよこ可愛い。はい、ひよこ可愛いですよ。あのアニメのひよこを想像していただ、はい、ありがとうございます。お待たせいただきありがとうございます。ではもうね、時間なので今日はあの、はい、あの早朝下校じゃないわ、なんて言うんですか、これ短縮授業ということで、めっちゃ短縮しましたね、はい、もう、はい、あの風紀乱しの方もがいらっしゃるので、もう、はい、さっさと帰りましょう。はい、早退や、みんなで早退、早退ですか？早退しよう。時間です。皆さんいかがでしたか？ NNB48 のジャングルレディオ月曜日パクパク探検隊のコーナーでは、探検見習いの皆様からユナ隊長が納得するようなおすすめのグルメスイーツを募集しています。番組でかけてほしい NNB48 のリクエスト楽曲、ふつおたなども大募集。すべてのお便りの宛先はメールではすべて小文字で JRO-MON@YESFM.JP、またはハッシュタグジャンルリゲッツをつけてのツイートもお待ちしています。番組ホームページのメッセージからも送れますので、どしどしお送りください。はい、もう終わっちゃいますが、今日はいかがだったでしょうか？いや、あっという間ですね。はい、本当に、うん、なんか終始ユナなんかちょっと緊張してるんかなっていうのもありますけど、はいはい、いや、お二方のトーク力がもうすごすぎて、もう全然緊張してないんです。いやいや、しっかり回してくれましたよ。いや、ありがとうございます。いやけど、もうトーク力素晴らしかった。こんなにも時間経つの早いんやなって、もういや、これから頑張ろうって思いました。もう、ま、もう弟子にさせてください弟子にしてください褒め上手ですね、ゆなな。みかなさんいかがでしたでしょうか？そうですね、ちょっとリモートでハブられたので私に行けるように頑張ります。あ、じゃあ次はぜひみかなさん、うん、スタジオに一緒に、ね、みかにお願いします。リモートでもやっぱ存在感強いから。いや、すごいです、うん、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、そろそろお別れの時間です。
今日は NNB48 赤組の恋愛被害届を聞きながらお別れしたいと思います。はい、この曲はね3人とも赤組ということで、で、はるかさんと私はやってみたいなっていう、そうね、願望で、みかなさんは前、はい、ココナさんの卒業の時にやってはりました。お美しかったので、うん、やりたいですね。明日火曜日のジャングルレディオはつむみ大革命の皆さんがお送りしますのでお楽しみに。深夜1時からのリピート放送も聞いてみてくださいね。それではジャングルレディオ月曜日、お相手は NNB48 の早川ゆなと佐賀野遥、そして山本美香奈がお送りしました。来週も聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。さて最後はピヨバブ師匠から今日の一言をいただきたいと思います。ピヨバブ師匠お願いします。わしゃもこれから香水つけたら、はるかさんとみかにゃんさんから好きになってもらえるかな。